2品目始まるよ。今回は1品目と打って変わってあっさり系で、油を小さじ1から大さじ1程度。そこに鶏胸ひき肉を投入。ちょいとした味の塩を振りましょう。油が足らなかったんでちょっと足して、鶏胸肉を炒めていくわです。鶏胸肉に火が入ったら、えのきを投入。えのきは1袋を3等分ぐらいにカットです。ほんならえのきをしんなりするまで炒めましょう。えのきがしんなりしたらあとは味付けして、生姜あんの完成やで。生姜？あ。2品目始まるよ。完全に生姜入れるの忘れてたから仕方なく別で炒めていくやで。生姜を忘れないチャートで走るニキネキは一番最初に生姜を炒めてから鶏胸肉炒めるとええやで。生姜を味わうレシピなんで生姜は多めで OK。このレシピに関してはチューブの生姜を使うのはやめましょう。ニンニクは高いからチューブで代用することもあるけど、生姜は1袋100円ちょいぐらいやし、量もあるし日持ちもするから、生姜はチューブより断然生がおすすめやで。生姜とえのきと鶏肉を炒めたら、えのき残しててもしゃあないから、もう全部入れてない。もうフライパン中オリチャーまみれや、な感じで適当に作っても美味しくなるのが、このレシピのええとこや。醤油を小さじ1ぐらい、みりん、酒を大さじ1。だし汁を具材ひたひたぐらい投入。沸いたら味見をして、味が足らなければ塩か醤油で調整。バッチェ決まれば水溶き片栗粉でとろみをつけて、ごま油を小さじ1程度加えたら。今日のご飯のお供、鶏胸肉とえのきの生姜あんの完成や。ひき肉とえのきだけでもうまいんやけど、うちではいつも絹ごし豆腐と一緒にして食べることが多いな。今回は後乗せにしたけど、豆腐は水を切って生姜あんと一緒に煮込んだ方が味が染み込んでうまいやで。寂しいからネギだけ乗せとこか。ほな、いただきます。パク、うん。うまい。ここでタイマーストップしたい。味の感想の前に作り終えた感想ですが、疲れねえ。でも生姜たっぷりで疲れが吹っ飛ぶうまさやクオレハ。もちろんお米にもよく合いますね。ただやっぱり豆腐と一緒に食べるなら、仕上げの段階で一緒に煮込むべきやな。豆腐が冷たいんご。そらそうよ。今回鶏胸肉に対してえのきがだいぶ多めやから、鶏肉をもっと増やしてもまた美味しいやで。生姜たっぷりで身体も温まるし、安くてヘルシーで健康的でうまいっていう最強のレシピやから、ぜひ試してみてな。コーラ飲みましょ。って言ってもこれ昨日の動画のコーラやけどな。3品目は秋田県民の生活必需品が決めて。